千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF デンタルクリニックの安田です。今回の質問ですが、40代の女性ですが、バネが見えない入れ歯はありますかという質問にお答えしたいと思います。本来バネのない入れ歯、本来の入れ歯というのはここにちょうど40代の女性の入れ歯があります。こんな感じで金属のバネが入っています。特にこの部分、前の方のこのバネはしっかりと喋ってる最中とか笑ってる最中に見えてしまう場所です。なのであまり大笑いできない、食べてる時にバネが気になって口の動かし方が気になるなどと気にされる方がいらっしゃいます。女性ですので、やはり大きなみんなでご飯を食べた時に、いっぱいお話したいと思いますし、いっぱい笑いたいと思います。なのでこのバネのないスマイルデンチャーとかバルプラストというような、このバネの部分がこのピンクの、材質は違いますが、このピンクの歯茎の部分についている小と呼ばれているものを伸ばすことによって、それがバネになって、装着時ほぼ、パッと見わからないような入れ歯になります。やはり入れ歯というととても、抵抗のある方が多いですが、スマイルデンチャーやバルプラストというようなノンクラスプデンチャーでを使うことによって、みんなと楽しくお話できたり、食事の時にも美味しくご飯を食べられたりするので、もしもご希望がある方は、この金属のバネ、金属を使わない入れ歯だったり、クラスプと言いますが、クラスプのない入れ歯というのを提示してみてください。そしたらしっかりと説明してもらえると思います。ご質問ご相談はコメントいただければお返ししたいと思います。